皆さん、こんにちは。花子です。今日のお題は、厚切りジェイソンさんから学ぶ 円安が進む今、取るべき行動。ということですが、今日は厚切りジェイソンさんの最近の発言を参考にしたいと思います。厚切りジェイソンさんの動画は10ヶ月前にも出したことがありますが、基本的に私と同じ考えであり、平均的なアメリカ人の思考だと思います。平均的なアメリカ人って誰だよと言われることがありますが、端的に言うと、給料が平均以上の人です。やはりアメリカでも貧困層は投資の知識が少ないことが多いです。統計 はあるのかよと言われますが統計を見たわけではなく2000年から2018年までカリフォルニアに住んだ私の肌感覚です。 まあ、米上場会社の管理職だった元旦那さんの思考でもありますね。2018年に離婚してます。アメリカ生まれの娘は現在 UCLA の大学院生です。12月に円安の日本に遊びに来たいということなので、納車が間に合いそうなテスラを予約しました。あとは私がアメリカで働いていた銀行の人たちも平均年収以上だったと思うので、その人たちの行動です。それでいつ投資信託を売ればいいのという質問に対して、ジェイソンさんはこう答えてます。 結論から言うと僕は売らない。お金が必要になれば一部売ることはあるかもしれないけど、短期的な目線で売ることは絶対しない。資産を増やす一番のコツはとにかく売らないこと。僕は売りません。米株好きだから。 全く同意ですねジェイソンさんは VTI をおすすめしていたと思いますが VOO が S&P500 米国の代表的な会社500社に連動する ETF であることに対し VTI は米国を代表すすするる社に連動 ETF です、ね、10月24日米国株市場が開く前 VOO は過去5年で45.28%上昇 VTI は過去5年で41.35%上昇。 VOO の方が高いけど同じようなもんですね。そしてジェイソンさんはこう言ってます。暴落があっても慌てずにとにかく定期的にコツコツ長期間積み立てを続ける。投資で損をする人によくありがちなのが老媒売りをしてしまう。これ以上下がったらどうしようと焦って売ってしまう。もし今下落でメンタルが疲れていて、 入金する気がなくなったとしても、せめて売るのはやめましょう。なぜかというと、米国株は下落するのが当たり前で、下落するたびに売っていたら、じゃあ、なぜ米国株は始めたということになるからです。ピーター・リンチは言いました。九十三年のうち10、十パーセント以上下落したのが五十回、六年に一回は二十五パーセント下落します。この金融庁のチャートのように、毎年十パーセント、二十年間、上昇し続けることはないのです。二十五パーセント下落すると、福利の力も。 税金免除もも何のの効力も発揮しません米経済の未来を信信じじるかかないかそれだけですそして、ジェイソンさんはこう言ってます。でも、正直言うと、コロナショックの時は僕もかなり動揺したよ。マンションを一部屋購入できる金額がなくなっていく日々は本当に不安になった。でも、想像以上に早く株価が復活して、今は当時以上にお金が増えている。私もコロナ下落の時はかなりビビりました。あの時は下落のスピードも早かったですしね。でも、当時も言いましたよ。売るな 売るな。2020年3月20日、この動画を出しました。米国株市場終わりの始まりなわけあるかい。下落が100%だとして80%下落まで積極的に買い、残りの20%は震えながら株価を見ていました。 私がいつもスナック花子ライブでお見せしているナスダック寄りの講座ですが、もう今日は全部見せてしまいます。いつもライブで見せている講座はナスダック寄りなので、s&p500 よりもリスクの高い方の口座になりますが、現在。 保有額50万ドル、日本円で7500万円。今年いくら入金したかというと、45万ドル、日本円で約6750万円。そして今年の減少分18万ドル、約2700万円。現在含み損12万ドル、マイナス19%なので、その前に6万ドルの含み益がなくなったということです。3月に他の口座から45万ドル移動させたんですが、これは過去に年収が少ない時も地道に投資したもので、過去のドットコムバブルとか、 イマンショックでくじけて投資をやめた人にはないはずです年初にはこの口座は23万ドル3450万円ありました1月に14000ドル入金しました引き落としなしこの入金したお金はその月に稼いだお金です円をドルに変えたものです2月に23000ドル入金しました引き落としなしこれも同じです 3月に45万ドル入金しました。この講座は税金を払うためのものだったんですが、ありがね全部投資してきて現金がなく、年収が5000万円超えてきて税金を10万ドル、20万ドル払わなくてはいけなくなったので、この講座で税金を払うと、YouTube で見せれるものがなくなるし、 20年投資して20万ドル程度とコメントで言われるのがめんどくさいので他の口座から45万ドル移動させました。それで3月に5万ドルと4月に5万ドル合計10万ドルを税金のために引き落としました。3月はそれで短期投資のようにして含み益ちょっと利格しました。5月1万8000ドル入金、6月1万ドル、7月12000ドル、8月1万ドル、9月14000ドル、10月今のところ4000ドル入金しています。3月の45万ドル 以外の入金はすべてその月に自分で稼いだお金です基本的に現金を持たないのでこれ以外の口座もほぼ米国株金銀プラチナ国債少しですねそれで今年のこの口座の含み損12万ドルつまり1800万円 -19.6% 毎月の稼いだお金は日本円をすぐにドルに変えているので30%増えていますドル換算なのでこれで見てもわかりませんがということで2700万円損しているようで損していません過去 にもこのようなことは何回も経験しているので慣れてます逆に去年株価が上昇している時にこの中でどれぐらい生き残るんだろうとは思っていました 米国株の長期投資でこれを経験していないとしたら過去の利益と言ってるのは嘘だと思います長期投資してると一時的にはマンション一部屋買えるぐらいは一気に吹っ飛びますしかし戻るという体験を何回もしていますだからこのような下落は初めてではないですしいい気分はしませんがこれが米国株の長期投資です短期投資で安全に儲けようとしたら小銭しか稼げません または短期投資で勝負をかけたら財産一気に吹っ飛んで戻ってこないことが多いです。長期投資も簡単ではありません。このように下落でマンション一部屋買える分が吹っ飛ぶくらい下落することに耐えるから、 報酬として上昇した時には大きく儲けられるというわけです。ウォーレン・バフェットさんも今年の上半期の含み損は10兆円ですよ。そんなの何回もしてるし、今までの含み益があるから大丈夫なんですよ。そう、今までの含み益があるというのもポイントです。今は円安で米国株が買えないと言いますよね。ジェイソンさんはこう言ってます。円の価値が下がっていくことに不安を覚えて、資産を外貨に変えておいた方がいいって考えている人もいるかもしれない。 確かに理論的にはその通りではあるんだけど、もしやるなら全財産を一気に継ぎ込むのではなく、少額に分けて始めてほしい。というのも、今は1ドル140円だけれど、2022年10月14日、来年は円高に戻って1ドル100円になっている可能性だってあるわけだよね。逆にもっと円安が加速して1ドル200円になっているかもしれない。こればっかりは誰にも読めないから、時間の分散を意識することが大切なんだ。そう、時間の分散で為替リスクを抑えるんです。 だから毎月の余剰資金で米国株を買うべきだしもし大きな財産があるとしても一括投資をするべきではないんですまたジェイソンさんはこう言ってます時事ネタに振り回されるとローバ寄りすることになるから気をつけるように相場が冷え込んでも冷静に計画通りに世界情勢に左右されずに続けていくそれがジェイソン流の投資の大原則投資の良いタイミングはいつ来るのか誰にもわからないし良い波だけに乗ろうとするのは正直不可能に近い だからこそずっと市場に参戦し続けることで確実に良い波に乗っていくしかない。つまり定期的に積み立てるがベストだっていうことなんだ。全くその通り。またドル円150円に近づいてきましたね。ドル円はこれから200円になるかもしれないし、100円になるかもしれない。どの為替を信用するかで考えるとドルですね。 今から満を期して米株に入ってる人、結局半年前に入っても円安なので同じということに気がついてるだろうか。米金利が上がれば円安になり、みんなが米国債に行くので米株下がり、米金利が下がれば円高になり、みんなが米国株に行くので米株上がり、結局日本人がどのタイミングで米株入っても同じという、そんなに簡単に投資で勝つ方法はありませんな。テクニック的なところで勝負しない方がいい、その会社のオーナーになると思って買う。 そう思ったら簡単に売ったり買ったりできない。投資はマネーゲームではなく成長していく会社や国に投資することです。今の下落もまだ落ちるかもしれないけれど、年初から20%下落しているので、積み立て NISA はいつも通り毎月買うにしても、 それ以外の余剰資金でリスク取ってる部分に関してはちょっと休憩してもいいと思います。私もテスラの納車が11月か12月を予定していて、現金で買うつもりなのですが、現金は税金分しか持っていないので、これから数ヶ月は投資を減らしていく予定です。その分、毎月1万ドル投資していたところを減らすかもしれませんが、積み立てに差はそのまま継続です。ディフィニティブ IBES の予測によると、金曜日までに第3四半期の収益を報告した S&P500 の99社のうち 74.、74.7% がアナリストの予想を上回った。アナリスト予想なんてこんなもんですよ。これから決算発表。忙しくなりますよ。本日10月25日 GE バイオジェン GM コカ・コーラレイセオンユナイティッド・パーセル・サービス UPS チポートレエンフェーズアルファベットマテルマイクロソフトテキサス・インストルメンツビザサーモ・フィッシャー・サイエンティフィックハーレー・ダビッドソン クラフトハインツ、ボーイング、ドイツ銀行、フォードモーター、メタプラットフォーム、テラドック、ノースラップグラマン、キャタピラ、コムキャスト、ハネウェル、サウスウェスト航空、マクドナルド、アルトリア、メルク、ティーモンバイル、ツイッター、ショッピファイ、ティーロープライスグループ、アマゾン、ファーストソーラー、ギリアードサイエンシズ、インテル、L3、ピンタレスト、アップル、シェブロン、エクソン、アッビー、ネクストラエナジー。ということで、 全部インデックスは面白くないので、私はこの講座で個別株を買って、決算書を見ながら楽しんでます。個別株は下がるときは下がるけど、上がるときは S&P500 よりも上がるので、面白いですよね。この講座は、ほぼ個別株なのに20%しか下落していませんので、許容範囲まだまだ下落いけます。個別株の買い方として私が一番いいと思うのは、 決算書がいい会社、将来性のある会社がアナリスト予想で下落したとき、そしてアナリスト予想は外れます。将来上昇していきます。決算書を読めるようになりたい人は、英語の決算書が読めるようになる会計クラス、現在募集していませんが、年末にまた募集します。詳しいことは、www.financewithhana.com まで。信用されるなら顔出しなんてする必要ない。私は話術だけで信用される自信がないので、顔出ししてる。 今週末は会計クラスメンバー限定で六本木でセミナー兼オフ会をします。会場その他もろもろすべて自分で計画しました。妹二人、営業部長、事務局長が手伝い、時々 YouTube 動画に登場するミニ花 JK 花もお手伝いします。ということで今週末セミナー兼オフ会参加する方楽しみにしてます。花子は花コスト平均法で投資をしています。 花コスト、平均法とは、1、積み立てニーソを毎月33,333 33円、EMAXSLIM S&P500、もしくは i f r e S&P500 にタイミング考えずに毎月同じ日に引き落とし設定。2、それ以上の余剰資金のある人は、残りは ETF か個別株を下落した日に、例えば2%ぐらい下落した日に20%ずつ投資。10万円あるなら2万円ずつ下落した日に買う。 基本的には毎月同じ金額を投資毎月の余剰資金はいくらか計算する上昇した日に買わない下落した日に買う月末まで上昇したら仕方ないから最後の日にまとめて買う投資信託はタイミングを狙って買うことができない S&P 連動の ETF は VOOSPYSPLGIVV どれでもいいそして投資は余剰資金で無理をせず基本的には S&P500 は70%花コスト平均法で少しずつ投資間違っても下落だからといって初心者が数千万円の一括投資をすることなくいつでも S&P500 は半分になる可能性がある。 個別株はゼロになる可能性がある。また、今週の経済指標はこのページにあります。www.financewithhana.com 経済指標。毎日更新しているので、ぜひブックマークしてね。高校生にわかる米国株 YouTube チャンネルの収益は保護猫活動に全額使っています。野良猫の手術や保護猫活動グループの NPO 化までの支援など、YouTube の収益は自分は必要ありません。 会計クラスの先生が私の収入源だからですご支援ありがとうございます保護猫活動家の皆さんは猫を増やす活動はしていません 個人で保護猫活動をしていると貯金を崩すような生活になってしまいます。私はその支援をしたいと思っています。Amazon での猫のご飯の支援は下のリンクからお願いします。できる範囲でお願いします。支援してくださる皆さんいつもありがとうございます。高校生でもわかる米国株 YouTube チャンネルでの収益は以下のような病院代や猫保護施設の修理などに使われています。助けられた猫ちゃんたち、転換のコロンちゃんのレントゲン、お薬で治ってます。エイズの猫ちゃんも友達と一緒にも ももららっってもらえたた良しと一緒でよかったカラスが落としたてんちゃん子猫の足も治ったよ花子の家に住んでる保護猫たち保護猫活動家の K さんからのお便り今日もたくさん感謝のご支援が届きました昨日リストに載せたばかりのペットシートがもう届きました亡くなったので午後買いに行く予定でしたおじいちゃん猫のトイレに1日4枚は使うので本当に助かりますご支援くださる皆様には心から感謝していますありがとうございます 皆さん、いつもありがとうございます。それでは、さようなら。